ウンベルト・マセッティはイタリア出身のオートバイレーサー。1950年と1952年に彼はロードレース世界選手権 500cc クラスを制し、イタリア人としては同クラス初のチャンピオンとなった。パルマ県生まれ。マセッティはロードレース世界選手権には1949年の第1回選手権から3クラスにエントリーした。彼は 元モリーニで出場した 125cc クラスでは年間ランキング3位となったが、ベネリを買った 250cc では同10位、ジレラに乗った 500cc ではランク外に終わった。1950年にはベルギー GP500cc クラスで初優勝を遂げ、続くオランダ GP も連勝し、ジェフデュークを下して年間チャンピオンに輝いた。翌年は、 ジェフの後陣を排したが、1952年にはまたも、ベルディ GP とオランダ GP を制し、再びチャンピオンに輝き、同クラスを複数回制覇した初のライバーともなった。1953年、250cc クラスに NSU から出場したマセッティは、イモラサーキットで事故を起こしシーズンを棒に振ってしまった。しかし1954年には復帰し、 ジレラから 500cc クラスに参戦し10位につけた。1955年以降はメガボルトアグスタを買ったが、思わしい成績を残せず、1958年を最後に引退した。ただし、1962年と1963年にも、元、モリーニから 250cc クラスに、スポット参戦している。その後マセッティはマラネッロに住み、 2006年に亡くなった。ありがとうございます。